重野清彦から1896年9月16日は、日本陸軍の軍人。陸軍中将、十三軍一等男爵。通称は、健太郎や健太、自和久美、郷和生雲山人。署名は、真田一太郎、真弓田七介など。1846年、長州藩士真弓田健次進、真の長男として、 長戸国阿部軍政区も中村に生まれる。騎兵隊に入隊して、初期や五長、第一渋隊長として、第二次長州征伐の小僧校の戦いや、北越戦争での旭山の戦いなど、欧州各地を伝戦する。この頃、茂野勢に改める。維新後は陸軍に進む。大阪兵学領への派遣の後、1870年に大阪第二共同隊に入る。 陸軍の早々期らしく、翌1871年には、わずか7ヶ月間で4等軍曹から、陸軍少佐へと異例の承認を遂げている。五神兵五番大大副官、この絵不評、第二連隊第一大隊長、陸軍省軍務局文化、この絵局文化、第一局第三課長などを歴任し、佐賀の乱には、佐賀政党総特幕僚参謀として出征する。 陸軍中佐への昇進の後、参謀局伝令し、総務局法則係を務め、西南戦争では、鳥岡屋田と共に、大阪で補給、部隊編成の任にあたり、1877年2月から10月までの間、西南戦争政党総督本営参謀として、出征した。1878年に、陸軍大佐に昇進して、第一局副長。 東部艦軍部爆僚などを経、1882年2月に陸軍少将に昇進する。名古屋近代司令官や不評第四旅団長、陸軍主管学校長、将校学校官などの要職を歴任した。1887年5月24日、佐賀の乱、西南戦争の軍港により、男釈を授けられる。1889年8月に休職。 1892年11月には、中条承認と同時に、予備役編入となったが、日清戦争の勃発に伴って、現役復帰し、留守子の絵師団長に就任した。1895年、再度予備役に編入となり、同年8月20日に、訓一等随法賞を受賞。1896年、遺願のため、東京市麹町区富士見町の本邸にて死去した。 去年51、墓地は東京都台東区の谷中霊園内。ありがとうございます。